皆さんこんにちは。子役として活躍し続けた天才女優でおなじみの芦田愛菜さん。芦田愛菜と加藤清史郎の熱愛が発覚、巨額の年収について紹介します。まずは芦田愛菜さんの経歴とプロフィールから紹介します。芦田愛菜さんは俳優で、2004年6月23日生まれ、兵庫県出身です。血液型は A 型で、ジョビキッズに所属しています。2009年に ABC 朝日放送の ABC ショートムービーに大冒険ママで子役としてデビューし、深川義弘監督の映画半分の月が昇る空で映画に初出演しました。翌2010年には映画告白やテレビドラママザーでの演技が話題となり、一躍天才子役として注目を集めました。2011年にはテレビドラマさよなら僕たちの幼稚園で主演を務め、NHK 大河ドラマ愛媛たちの戦国にも出演しました。その後、うさぎドロップやのぼうの城など話題の映画に次々と出演し、テレビドラマ丸物おきてでは鈴木福さんと共演しました。同ドラマの主題歌まるまるもりもりをくんとともき、たまにムックの名義でリリースし、大人げを博しました。2013年にはギレルモデルトロ監督の SF 大作パシフィックリムで菊池凛子さんが演じた日本人女性マコの幼少期を演じ、ハリウッドデビューを果たしました。2014年には雪貞勲監督作円卓国庫ひと夏のイマジンで映画単独初主演を務めました。また声優としても活躍しており、米長編アニメ怪盗グルーシリーズの日本語吹き替え版や劇場版ポケットモンスターみんなの物語などに参加しています。芦田愛菜さんと加藤清史郎さんはドラマアワハウスで共演しています。お互いに人気子役として活躍していた2人は、2016年5月7日に放送された朝の情報番組目覚ましテレビにドラマの番宣で出演したことをきっかけに熱愛を噂されるように、肩を抱き寄せ、とっても微笑ましい光景ですよね、スタッフがさの散歩コーナーの時に芦田愛菜ちゃんを口説いたんでしょうと加藤清史郎さんに冗談で尋ねると、加藤さんは顔を真っ赤にして照れたそうです。これを見た一部の視聴者が、二人は付き合っているのと疑問を抱いてしまったようです。そこから徐々に熱愛の噂に発展してしまったようですが、芦田愛菜さんと加藤清史郎さんに交際の事実はありません。現在イケメン俳優に成長している加藤清史郎さんと芦田愛菜さんは年齢も3つしか違わず、2人とも演技に対してストイックな面が共通していることから付き合っているのではという噂が流れました。しかし実際には2人がお付き合いをしているというわけではありませんでした。キス画像を期待した方もいらっしゃるかもしれませんが、発見することはできませんでした。申し訳ありません。加藤清史郎さんには現在熱愛彼女がいるとの情報はありませんが、2016年の週刊女性プライムのインタビューで好きなタイプについて次のように語っていました。今は好きな人はいません。好きな女性のタイプは一緒に盛り上がれて楽しい人が良いです。恋人というよりは友達のような感覚でいられる人が理想です。見た目より性格が大事ですとのことです。俳優の加藤清史郎さんが10月18日に自身の SNS を更新し、芦田愛菜さんとのにショット写真を公開しました。加藤さんはインスタグラムに、芦田愛菜と加藤清史郎ではなく漆崎肥後と武田信のデート写真が賞公開まで2ヶ月を切りました。映画働く細胞の場面写真が解禁されました。なんかやっぱりちょっとムズムズするにショットだなてんてんしょうとコメントし、12月13日公開予定の映画働く細胞の場面ショットをシェアしました。子役時代から共演している2人が満面の笑顔を浮かべたデート写真をシェアした形です。この投稿にはファンから、このペアはファンにはたまらないツーショット、芦田愛菜さんと加藤清史郎さんの2ショットも需要大あり、待ってます、可愛い2人、好きすぎる、好きすぎる、押し通しなど多くの反応が寄せられています。芦田愛菜さんの年収はテレビ出演、映画出演、CM 契約など多様な収入源から成り立っています。特に CM 出演が大きな収入源となっており、2022年には CM 契約者数が17社にも達し、
推定で約5億円にも上ります。さらにテレビや映画などの出演料も加わり、年収は6億円を超える可能性も高いです。芦田愛菜さんは2023年も引き続き高い評価を受け、収入は安定して高水準を維持していると考えられます。芦田愛菜さんの主な収入源は以下の3つです。 1. テレビ出演料。バラエティ番組博士ちゃんなどでのテレビ出演が大きな収入の一部となっています。1本あたりの出演料は70万円ほどとされており、2022年には18もの番組に出演しています。2. 映画出演料。映画出演料は1本あたり400万円から500万円とされています。2022年にはメタモルフォーゼの縁側に主演し、映画出演でも安定した収入を得ています。 3. CM 出演料。芦田愛菜さんの最大の収入源は CM です。2022年には17社との CM 契約を結び、その出演料は1本あたり3000万円ほど、総額で約5億円以上の収入を得ています。芦田愛菜の総資産はどのくらい。芦田愛菜さんは3歳から芸能活動を続けており、その長年の活動によって総資産は大幅に増加しています。特に CM 出演料の積み重ねやテレビ番組、映画出演による収入から推定される総資産はすでに30億円を超えるとも言われています。また彼女は多額の収入に対してしっかりと税金を納めており、2022年の時点で納税額が約1億円に達するともされています。芦田愛菜さんは今後も引き続きテレビや映画、CM などで活躍を続けていくことが予想されており、その人気は衰えることを知りません。年齢を重ねるごとに女優としての深みも増し、新たな役柄にも挑戦していくことでさらに年収が増える可能性が高いです。芦田愛菜さんがここまでの高収入を得ている理由には、彼女の圧倒的な演技力と共演者との信頼関係、そして視聴者からの高い好感度が挙げられます。スキャンダルがなく信頼できるイメージが企業にも好印象を与え、特に CM 契約が増加しています。芦田愛菜さんの家族構成は父親、母親、芦田愛菜さん本人の3人家族です。芦田愛菜さんには兄弟はおらず一人っ子です。父親の名前は芦田博文さんといい、学歴は早稲田大学商学部卒業で、職業は三井住友銀行に勤務しています。父親の最終学歴しか明らかにされていませんが、早稲田大学商学部は偏差値70の高いレベルです。さらに職業としては三井住友銀行で支店長を務めているとのことですが、これは2017年時点の情報で、現在はさらに高い役職に就いている可能性もあります。大手銀行の支店長の平均年収は約1500万円とされており、父親は学歴、職業ともに超エリートであることは間違いありません。母親については学歴や職業に関する詳細な情報はありませんが、専業主婦として芦田愛菜さんを支えてきたと言われています。実際芦田愛菜さんが芸能界入りを果たすきっかけを作ったのも母親でした。芦田愛菜さんが3歳の時、母親がオーディションを受けてみないと勧め、見事にオーディションに合格したことが彼女の芸能界入りの第一歩となりました。その後母親は芦田愛菜さんのマネージャーのような役割を果たし、撮影現場に同行して送り迎えや食事のサポートなど彼女の活動を全面的に支えていたようです。このように母親は専業主婦でありながら芦田愛菜さんのマネージャーとしての役割も果たす、いわば二刀流の存在です。芦田愛菜さんも母親に対して母の存在があるからこそ、いろんなことに挑戦できたりチャレンジしようとか頑張ろうと思えるとコメントしており、母親の支えが彼女の成長に大きな影響を与えていることがうかがえます。もし母親の支援がなければ、現在の芦田愛菜さんは存在しなかったかもしれません。そう考えると母親も非常に素晴らしい方であることがわかります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。